はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。コンサルタントとして生徒さんと普段から対峙させていただいていると、中にはやはりなかなか商品リサーチが進まないって方いらっしゃるんですね。で、なぜ商品リサーチが進まないのかっていうことについて、今回は普段と経路を少し変えまして心理学的に話をさせていただきたいと。結論から申し上げますと、商品リサーチがなかなか進まないのって一番下に書いたんですけれども、結局は日常的にそういう思考方法になっているからじゃないのかっていうことなんですね。商品リサーチっていうのは普段から行っているいろいろな作業のうちの一つです。で、どの作業に関しても必ず関わってくるのが我々の考え方なんですよね。まあ俗に言うポジティブシンキングだとかネガティブシンキングだとか、そういうものなんですけど、商品リサーチがうまくいかないから技能的技術的なことを一生懸命磨こうとする人は多いんですけど、実はそこじゃなくて、技能をいくら磨こうが何しようが、思考的な面でどうしても障壁が生まれていてしまうと、商品リサーチであろうが、それこそ日常的な他のことであろうが、場合によっては恋愛のことであろうが、全体的にうまくいかない環境づくりが頭の中でもう構築されてしまっているんじゃないのかっていうことについてのお話をこれから詳しくしていきます。私自身、商品リサーチをはじめとしたいろいろな物販の作業がうまくいかない元凶っていうのは、この頭の中にあるんじゃないのかっていうふうに改めて考え始めた大きなきっかけの一つっていうのがこちら、ザ・シークレットなんですね。ザ・シークレットというのはもともと書籍でロンダ・バーンが表したもので、2006年に出版されたものなんですが、これはその本を映画化した DVD になっています。こちらの映画 DVD のどこに触発されたのかっていうと、こちらなんですね。人は1日6万回思考するっていうフレーズをこの映画の中で言っているんですが、ナレーターの人が映画の中で本当さらっと、人は1日6万回思考するからみたいな感じで次のトピックに行っちゃったんですけど、ちょっと待ってちょっと待ってと思ったんですよ。マジで人1日6万回思考するの、それってものすごいよね。それこそ毎秒なんか考えてるってことじゃないのっていう風に感じて、この6万回思考するっていうのをもうちょっと掘り下げて自分でその後調べてみたんですよ。その結果っていうのがここに書かせていただいた通りです。人っていうのはなんとなくいろんなことっていうのを1日6万回思考すると、例えばなんかスパゲティ食いたいなっていうところから、あの子今何してんのかなだとか、まあいろいろなことです。もう当たり障りもないことから結構深刻なことまで含めると6万回思考するんですが、そのうちの 95% って実は前の日と同じことを思考していると。要するに 5.7 万回、6万回のうちの 5.7 万回って毎日同じことを考えているんだっていうアメリカの心理学の研究結果っていうのがあるんですね。で、さらにもうちょっと掘り下げて調べてみると、その 95% の同じことを考えている中の 80%、 数にして 4.56 万回っていうのはネガティブなことを考えているんだっていうことが、その心理学の実験上っていうのは分かったってことなんですよ。これ物販に当てはめると、非常に不毛なことを我々ってやりがちなんだなっていうことが分かると思います。例えば6万回思考している中の1個が、それこそなんかいい商品見つからないんだよねとか、結末する前にこれ本当にこの商品売れるのかなどうかなみたいなことを考えてるとしますよね。で、それを毎日毎日考えてるんですよ。テスマをする前にテスマをこれからしようと思ってる商品が売れるかな売れないかなって考えてたりだとか、なんか商品リサーチよくうまくできないなっていうことを考えていたりだとか、それをしてるわけですよね。まあ、今回の場合、この商品リサーチがなかなかうまくいかないなだとか、テスマする前にこの商品売れるのかなどうかなっていうことって、このネガティブなものに入るじゃないですか。で、これをぐる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 繰り返してるってことなんです。で、この重要なポイントっていうのは、これが物販のことだけではなくって、もともとこの人っていうのが日常的にもそうなんじゃないのって話なんですよ。物販のことであろうがそうじゃなかろうが、ずっと一日一日同じことを、この前日とほとんど同じことを考え続けていて、その中でも大部分っていうのがネガティブなことばっか、この思考のサイクルがあること自体っていうのが、それが結果的に物販をやっていく中でも障壁になっているんじゃないのかっていうふうに考えたんですね。私自身は物販コンサルタントですから、物販で生徒さんが実績を出すっていうのが私のゴールでもあり、生徒さんのゴールでもある。当然ながら講師と生徒
ことっていうのがゴールを一致させてる必要があるんですが、じゃあこの日常的な思考が原因で物販っていうのがうまくいかない場合、日常的な思考からまず直してくださいよっていうのは簡単じゃないですか。でもそこでもう生徒さんに任せっきりにして、自分は早く思考直してを待ってるんだからさっていうのは、まあそれこそ放任行為と言いますか、自分自身は納得ができないんですね。だからちょっと視点を変えて考えてみたんですよ。いろいろな日常的なことに関してネガティブな考え方をずっと持っている生徒さんであっても、まずは物販のことに関してポジティブな思考回路を作って、行動的かつ前向きに進んでいけるような状況を作っておけば、今度は物販以外にもそれを当てはめて、その人の人生レベルで変えていく、まあ多少のお手伝いができるんじゃないかっていうふうに考えたんですね。その結果、私が申し上げていることっていうのが、ここに青で書かせていただいた2つのことなんですよ。私はよくなる早で手済ましましょうって生徒さんに口を酸っぱくして言うこともあれば、生徒さんも耳が痛くなるほど、耳にタコができるほど言われる方もいると思うんですが、じゃあこれなんでこういうこと言うかっていうと、理由はここなんですね。答えのないことをずっと考えるってことが不毛だからです。テストマーケティングしてみればわかることって、テストマーケティングしてみなければわからないことなんですね。かつ失敗を恐れて行動しなければ、100年経っても1円も実績って出ないんです。テスマを1回もしなければ1円も実績出ないどころか、毎月 Amazon の月額費を取られて、どんどん物販の収益がマイナスになってきちゃうわけなんですよね。で、この答えの出ないことをずっと考えるっていうのは、イコール悩むってことなんです。考えると悩むの違いは、考えるっていうのは具体的に答えが出ることについて頭を使うことですね。悩むっていうのは、今の段階では、少なくとも今の段階では答えが絶対に出ないことについてずっと考え続ける、イコール悩むだと思ってください。要するにネガティブな思考回路を断ち切るためには、必ず行動するっていうことが必要です。今の地点に立っていてわからないこと、例えば道の曲がり角、曲がる前にこの先何があるんだろうなっていうふうに考えててもわからないことっていうのは、道の曲がり角を曲がって実際に見てみればわかることですから、そこに関しては行動ベースで進んでいきましょうっていう意味も含めて、よくなる早で手詰ましましょうっていうふうに申し上げているわけです。また私、特に商品リサーチやり始めの方に、とにかく母数増やしましょう増やしましょうってギャーギャー言ってると思うんですけど、それってやっぱり同じようなこの思考回路と関係しているんですね。思考と関係があることなんです。母数を増やすっていうのは、とりあえず商品リサーチの数を増やしましょうと、難しいこと考えずに、要するに砂金と同じなんですよね。泥か砂か金の粒か分かんないけど、まずはガサッとすくってから、こういうふうに一生懸命ふるいにかけてったら、ようやく砂金も出てくれば、あ、これいらないなっていう砂粒だとか泥とかも出てくるわけですね。たくさん母数があればあるほど、その中から抽出したよりすぐりの10商品だったら、10商品っていうのはおのずと精度が上がるっていう考え方に基づいてるから、こういうことをいつも申し上げているんですが、この母数を増やすっていうのをちょっと別の行動ベースで考えてみると、母数を増やすってことは、私が生徒さんに提供しているリサーチ表ですね。リサーチした商品っていうのをどんどん書き込んでいく、その表にとにかく書き込む、記録するっていう行為につながるわけなんですよ。で、これ消しゴム使わないでくださいって私よく言ってるんですね。リサーチしてみて、あ、この商品やっぱダメかなとか思ったとしても、それをきっかけにどんどん新たな商品っていうのは探していけますから、とにかく消しゴムを使わずに鉛筆だけでずーっと書いていく、もう絶対にない一回書いたものは消さないぐらいのつもりで進んでいただくんですが、このリサーチ表に書き込むって行為は一体何を表してるのかっていうと、メモするってことなんですよね。で、なんでメモするといいのかっていうと、メモすると、ここ忘却ってキーワード結構大切です。忘却することができるってことなんですよ。まあ忘れても問題ないってことなんですね。忘れても問題ないってことは、ようやくここにつながるんですよ。昨日と同じこと、95% 同じことを毎日考えてるんですけど、これってせっかく6万回思考してる中の 95%、 5.7 万回同じこと考えてるって、もう新しい思考っていうのが 0.3 万回しかないじゃないですか。もったいないじゃないですか。3000回しかないじゃないですか。ってことは、この同じこと考えている中で、忘れてもいいことはどんどん忘れちゃっていいわけです。で、忘れてもいいよっていう状況に持っていくためには、メモを書けばいいわけですね。メモしておけばいいわけですよ。これを行うことによって、商品リサーチに書き込むことによって、どんどん他のことに思考することができるようになる。だから結果的に、昨日考えたのとか、昨日思いついたのを
とは別の商品に巡り合う可能性っていうのが単純に忘却っていうこと、これほんと大切なんですよ。この余計なことというか、今はもう気にしなくていいことは気にしないと言いますか、もっともっと新しいことをどんどん思考していきたい、新しいアイデアを思いつきたいわけなので、忘れてもいいことっていうのはさっさと書き込んでメモしておいて、忘れることによって結果的にもっともっと商品リサーチが多岐にわたって非常に円滑に行えるようになるんじゃないかなっていう考えに基づいて、ボスを増やしましょう、そしてリサーチ表に書き込みましょうっていうことをいつも常々申し上げているわけです。というわけで、今回はなぜ商品リサーチが進まないのかっていうのを思考ベースで、心理学ベースで考えていきました。重要なポイントっていうのは、そもそも日常的にどうこう、日常的に自分はネガティブだからしょうがないんだじゃなくって、じゃあせっかくだから物販をやっているこのタイミングで、まずは物販ベースで直せるところは直していきましょうと。で、そのサイクルを身につけることによって、それを日常的な考え方にも適用して応用していくことによって、物販をきっかけに、まあ、おこがましい言い方をすれば人生を変えるってこともできるんじゃないのかなって個人的には思ってますし、自分はあくまでも物販コンサルタントですから、物販と物販に関係しているマインド、考え方だとか心配事だとか、あとはまあ愚痴だとか、そういったものも含めて生徒さんと対峙させていただいて変えていくので、物販を軸としてであれば、その生徒さんのネガティブな考え方だとか、なかなか商品が見つからないんですよっていう変な完璧主義だとかね、手スマをする前に完璧になろうとも完璧主義だとか、そういうところも生徒さんが望むのであれば、その生徒さんの理想の自分、理想の自分らしさっていうのを一緒に探求していくことができるんじゃないかなっていうふうに考えています。というわけで、最後までご清聴ありがとうございます。物販講師の黒沢がお届けいたしました。こちらの動画、少しでも参考になったなと思いましたら、高評価、チャンネル登録の方お願いいたします。では失礼いたします。